前科三番893番チョエキ太郎です。本日の話は北海道江別の事件のお話をしたいんですが、個別の内容というよりも感覚的な話。実はまあ女性2人、20歳の女性ハオとそれからアマ、この2人は名前は出てます、顔も出てますよね。でも重要なこの犯罪を構成するに至るこの重要な4人未成年ということで名前が出ていないですよね。だから事件がなんか薄らぼんやりしている。でもこれ内容おそらく今週中に出ると思いますが、非常にもう凄惨な事件、ちょっと類を見ないような内容だっていうふうに聞いてます。だからこれが未成年だから、未成年事件だから言えないっていうのはちょっと違うんじゃないかなって。軽微なね、万引きとか窃盗事件とか単純にその暴行ぐらいなら、その未成年保護するっていう意味でその氏名を公表しないっていうのはありだとは思うんですが、殺人事件となればもう私未成年だろうが、その顔名前っていうのはだって構成できないですよ、こんなの。いや言ってはなんですが、構成しないので、こんなのもうおかしいです、できないです。殺人しといて構成なんて、いやなった試しありますかね。10代で、殺人をするような人間たちがきちんと真っ当な人間になれるっていうか、もうなんか甘い考えはやめた方がいい。だから結局今ガキどもはピンときてない、いやいややったところでそんな名前出るわけじゃないし、少年法とかあるし、まあ少年法ってもだいぶ変わりましたけど、結局学習能力も認知能力もないから、人を殺したらどうなるかとか、強盗事件をやったらどうなるかとか、人を殴ったらどうなるかとか分かってないんですよ。少年院ぐらい行って済むんじゃねとかっていう程度だから、いや人を殺したら公表をされて最低でも15年20年を刑務所ですよと、ガキでもねっていう風にしないともう治らないんじゃないかなと思います。だって何にも違うんですよ、この子たちが特筆してなんかひどい家庭環境とか虐げられた、私が知ってる少年犯罪ってやっぱみんなそうなんですよ、親に虐待とか家庭環境が悪いとか。だからそのやっぱりこう言っちゃいけませんけど、住む世界が違う子たちが犯した事件だなっていうのがあったんですよ、過去の、そういう犯罪をする人間っていうのは。ところが、ここに来てる、今、田村瑠奈にしたって、両親揃ってますよね。父親精神科医ですよね。内田理子、小西優香にしたって、親ちゃんとしてますよね。どうであっても、家はあるんです。親の関係性はあるんです。今回の、江別の事件にしてもそうなんです。こんな言い方したらもう本当に怒られますけど、施設で育った、やれどうなんだ、そういう人たちって事件なんか起こしてないですよ。そんな事件を。逆にもうそういうね、施設を出られてきちんとされてる方とかちゃんとしてる私いっぱい知ってますし、そんな人たちは逆にそういうことしないですよ。で、稀にそういう人もいます。だからそれは誰でもそうです。警察官だって自衛官だって、犯罪を起こすような世の中だから、何だからっていうわけじゃないけど、ここですよ。普通の家庭、ごく普通に普通の家庭に育ってるこんな男女問わず若者が強烈な事件。いや、振られた腹いせだったら嫌味を言うとか殴る蹴るで済むんじゃないですか。徒党を組んで金を奪う、そのけじめだっていうことで金を奪う目的で、違うんですね。金を奪う目的になってないのが怖いんですよ。金を奪う目的だったら金だけ奪えばいいんです。闇バイト強盗でも。先にぶん殴って殴っといてから金を奪うんで話が違うんです、これ。だから対処法が、もうそういうふうにね、金を出せって言ったら、金を出す。喋んじゃねえぞっていうことが通らないわけですよ。それって犯人側の方の劣化っていうか、もう動物に近い、クマとかイノシシとかに近いものがある。猿と一緒ですよね。なんか、あ、お猿さんだって言って車開けてたら、車の中まで入ってブワッ全部持っていっちゃうみたいな。どん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 エスカレートしてくる。最初はもらってたものが、投げてもらってたものは、この車の中まで手突っ込んで奪っていくみたいな状態になってる。で、若者がもう動物化してるなっていう風には感じるわけですよね。で、私これ7時の動画じゃないですか。もう9時に彼らの名前を出そうかなと思ってます。じゃあ出してどうかじゃないんだけど、もう全然私は私なりに、どうだこの名前が分かったからってどうこうなる、事件が解決するわけじゃないけど、下の名前だけでも並べてみたらどうなのかな。だってそれとこれと事件の話にはこいつがこうだなんてやるつもりはない。名前を並べてみるとなんかね、思うとこがあるね。これはちょっとお楽しみにして、あ、こういうことか。もうこの問題、正直言って今親がいるからとか家庭がどうこうじゃなくて、もうその親の段階から何か違う、
人の名前にケチャつける気はないですけど、なんか適当につけたのかなって並べてみると面白いですよ。ひらがなにしてみると、なんか私もアニメとか漫画とか、漫画に携わるわけでいっぱいその仲間もいるんで、こういう言い方はすごいあれだけど、本当ダメな三流漫画の主人公みたいな名前ですよ。みんな並べるとなんか本当に冒険に行って泥にはまってムカデに食われたらいいなっていうような名前ばっかり。みんなそれぞれはそれぞれにしよう、なんか並べるとそういう名前になっちゃうね。言い方が非常に難しい。ムカデに食われるっていうのどういう意味か分かんないけど、ムカデは食べたりしませんけどね、刺したりするんで。私が子供の時に家にねムカデがいたらびっくりしました、ね、綺麗にしててね、まだちっちゃい時ムカデがポンと布団の上にいるんです。田舎の家なんでね。でもそんな入ってくるような隙間ないですよね。当時新築の家だったんでね、嘘だろうと思って、これ偽物かなさらね動いたんで、あ本物だ言ったら、父がお父さんって言ったら、お母さんって言ったら、なんかお母さんって言い方したら、その言い方は良くないと思います、母とかお袋と言った方がいいですっていう一回の指摘があって、私すごい気になるんで、父がお父さんじゃない、パパとか父上が何かそのムカデを捕まえて、なんか焼酎の瓶か油かなんかに入れてこれを塗ったら火傷が治るって、そのを使ったことないし気持ち悪くてね、そんな覚えがありますけど、いやムカデの話じゃないですね。今はムカデの話じゃないですね、ちょっと尺を伸ばそうと思って8分超えさせたいなっていう風に。8分から広告単価が上がるんです。8分から10分っていうね、こういう苦労も皆さん知らないでしょ。なので9時からやるやつにちょっと名前をね羅列してみます。それがどんな効果があるのかっていうか、やっぱりこれだけの事件を起こしておいて名前がわからない、年齢と少年 ABCD ね、ピンとこないです。でもそうなんだよね、私言ったんです、これ少年 A を元少年 A 小林正人死刑囚になったね、こいつが言ってるわけですよ。お前な、こういうやり取りをして、会話はもう面会1回しかないんで、自分のことを助けてもらいたかったり、例えばこれ再審するとか嘆願とかっていうなら少年 A じゃ無理だぞと、自分の名前を実名で公表してこれこれこうっていうなら、なんかまあこう動く世間の動く流れもあるかもしれない、少年 A のままじゃ誰もそんなの助けるのくれないぞって、親も兄弟もいないの嫌だっていう、名前出したくない、バカなんじゃない、これ確定しても名前バンバン出ちゃってるのに。だからタイミングが遅いんですよね。まあこれらがわざわざ自分で名前言ってくることはないと思うけど、でも18歳の特定少年は名前は出るし、顔ももう写真もネット上では出回ってるんでね、まあこれ本当に少年法をもう一度改正、この氏名うんぬんかんぬんっていうことを考えないと、じゃないと分かんないですもん。殺人事件したらやっぱり公表だと思うよ、これ。起訴された時点で。まあ今の時点はいいと思いますよ。起訴されれば名前公表して、そういう風にしないと、ガキどもがピンとこないでしょ。15、16でも殺人したら名前出るんだ。やっぱりそういう風になった方がいいんじゃないかと思いますが、皆さんの意見はどうでしょうか。よろしくお願いします。